どうも皆さんこんばんは。今高尾駅から新宿まで帰る企画をやっております。今日はですね、2017年8月の、14日、日が明けてしまいました。夜中の0時27分です。よろしくお願いします。あいにくと雨です。ただ言い訳してもしょうがないんで歩きましょう。頑張ります。行きます。行きましょう。雨が止むことを、ちょっと霧雨っていうか小雨ですね。左の、あ、でもテーピングと絆創膏でだいぶ楽になったけど、左の膝だけやっぱぶっ壊れてますね。左の膝だけちょっとおかしいです。頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ワード2、京平さん、よろしくお願いします。雨すげえな、やっぱり傘買うか。配信機材がぶっ壊れる。で、今度はワード2、サシセソさん、ありがとね。さっきはいっぱい。左の膝だけおかしいですね、ちょっと。ミスケワード2、ミスケ寝ていいよ、全然。動画にそのために残すわけだから、アーカイブを。寝ちゃってね。プライベートボロボロにすることないから、俺の配信で。あくまでエンタメだからさ。左の足ボロボロ。ウザニーさんお疲れ。リアトツ会いに行く。リアトツは外配信の時会いに来ればいいんじゃない？外配信の時は全然受け付けてるから。ああ、自分の企画最優先で閲覧とかどうでもいいんだよ僕。今ちょっと仕事中なんで、暇な時に相手にしてあげますよ。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ、全然。ありがとう、みつけ。おい、今切るワード2。いや、だから閲覧稼ぐのに興味がないって。俺が閲覧稼げるってことは相手に閲覧稼がせるっていうのとイコールなんだ、わかる？で、閲覧に困ってないっつうの。別に閲覧に困ってる人に絡めばいいじゃん。俺閲覧至上主義じゃねえからさ、悪いけど。金稼ぐためだよ。そうそう、菅さんの言う通りで金稼ぐため。そうだよ。その通りだよ。でも閲覧イコールお金じゃないんだよ、菅さん。おお、全然優香さん大歓迎ですよ。囲い増やせ。俺囲いいらないって言ってる配信者なんだ。囲いとアンチは気持ち悪いからいらないってずっと言ってんの。だから菅さん間違い、それは。俺困ってないんだわ。で、おお、昼間、そうだね、ゆうさん。お疲れ。俺は困ってないのね。で、俺のリスナーさんは別にミュウツーとかのトツとか期待してない。あ、ニコ生だよね、もう、ふわっちは。第二のニコ生になっちゃったよね。囲いから金稼ぐと違うんだよ。それ、あのね、カンさんね、囲いってもともと囲い込みっていう言葉から来てんの。だから囲いの意味をもう一回勉強した方がいいよ。囲いっていい意味で使ってる人多いけど、囲いってもともと悪い用語なのね。囲い込みをする、要は配信者を自分のものにしようとするリスナーのことを指す言葉で悪く使われてたの、古い配信者の間では。今ではさ、
じゃあどっから、普通にファンから普通にアイテムもらってるから別に困ってない。囲いって囲い込みを指す言葉なんだよ。そう、ファンから、まあ企業からももらってるしね。まあだから君はまださ、わからない世界があるんだよ。リスナー歴が浅すぎる。囲いってもともと悪い言葉だから、他の人に、ファンに迷惑をかける、リスナーに迷惑をかける存在なの。そういう意味だよ、囲い込みって。そう、検索してごらん。今じゃ違う使われ方をしてるけどね、熱烈なファンのことを囲いって呼んじゃってるけど意味が違うの、うん、そう。まあ、とにかく俺はミュウツーに関心がないからさ、企業がどこか君に言う必要ないでしょ。君に言う必要ある？企業との信頼があるんだ。機密保持契約書を交わすのね。わかったわかった。うちのリスナーさんはみんな知ってるから。君には関係ない世界なのよ、カンさん。君が知らない世界もあるのよ。花火だけが全てじゃないのよ。証明できないですね。機密保持契約書を交わすってそういうことだから。うん、頑張るよ、しんちゃん。ありがとう。お、初見さん、アルチューさんいらっしゃい。よろしく。法治国家、証拠はよ。法治国家であること、俺らが法治国家に住んでることと、証拠はよっていうのが論理的に結びつかないんだけど、どういうこと、カンさん。糖分はカロリーメイトとコーラ飲んだよ。お昼いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、リナナさん。もし面白かったらフォローしていってください。高尾から新宿に向かって歩いてます。ありがとう、みのりさん。風船二つでも嬉しいよ。ありがとう。マキルムパフェありがとうね。いや、もう高尾はとっくに過ぎてますよ。ごめんね、リナナさん。もうリア凸も、ね、6名のリア凸があって、すごい嬉しくて。昼間から歩いてて、もう三鷹です。さっきの家は、のんちゃんの、みーちゃんの部屋。のんちゃんのみーちゃんの部屋だね。猫の部屋です。もうだいぶ歩いちゃったねえ。大丈夫、うん、もしよかったらもうすぐつうか、あと6時間後ぐらいに新宿に着くんでよろしくお願いします。理由はないですね、歩いてることに。雨降ってるね、ちょっとね。はじめまして、頑張ります。ベホイミありがとう。ヤンモパルプンテ。パルプンテね、たまに唱えるとね、花火がたまに上がるんだよね、パルプンテ。マジックポイント消費するからやめとこう。あと7時間か6時間か分かんないけど、俺の膝次第だね。テーピングで右は大丈夫になったんだけど、左の膝は完全にぶっ壊れた。左の膝は完全にぶっ壊れたね。だいぶ涼しいっつうか、雨降ってるね。あれ？また俺の頭の上だけ雷雨があんの。雷雨じゃねえや、雨雲あんの。雨男すぎるだろう。何なんだろう今日。ずっと雨なんだな。何だろうね、マキルね。左足はでもだいぶ、かばって
ていけそうな気はするな。テーピングがなかったらちょっとやばかった。なんかね、肉離れになりそうな感じがする。ちょっとね、左足かばいながらやるわ。パルブンで不発。パルブンではね、20回に1回ぐらい花火上がるから。なんで俺の上だけ雨雲あんだろうな。神がかってるね。よいしょ。まあ、まったり行きましょう。三鷹から今、吉祥寺に向かってます。肉離れ起こしたマジで？みすけさんも？大丈夫？まあまあ、しょうがない企画だからね。JR の駅どれくらいあると思ってんだよ。ふざけんなよ。まあ、山手線と中央線はね、制覇っつっていいよね、これ中央線は。結構遠くから歩いてるもんね。雨も滴るいい和道。あ、いいね、うまいね。トコさんありがとう。雨強いな。パソコンが濡れながらだから、ザッて降らないだけまたいいけど、ちょっと吹きながらだね。吹きながら行きます。なんかビニールカバーとかでねえのかな、レッツの。頑張ろう。セラさんいらっしゃい。おお、チーパッパーさんいらっしゃい。やるときやるよね。ああ、間違えた。いいよいいよ、全然間違えることもあるさ。なんか小難しいこと書こうとしたけど諦めたパターンね。俺もよくあるよ。はずいよね。なんか小難しくカッコつけた感じのね、数式みたいなものを書こうとするけど、あれよくわかんねえわ、つって。消そう、デリートボタンを押そうとしたらエンターを押しちゃうパターンでしょ。セラさん、それでしょ？風船100個ありがとう。あるある。ちょっと自分の部屋で一人で恥ずかしくなるパターンね。初っつって。40キロじゃないね、体感で。多分ね、ストレートなの、多分ね、50キロぐらいは多分歩いてるよ。あるあるよね。はずいよね。ちょっとひねったコメント書こうとして、滑るっていうかわけわかんなくなるタイプね。そうそうそう。知的ぶりたくない。俺、そういうタイプじゃん。コメント書くときも。だからね、たまにわけわかんなくなる。頑張ってるよ。花火ありがとう、特命さん。ありがとう。たまに知ったかぶりたくなるときあるよね。わかる。でもそういうのを褒めてくれる配信者って嬉しくない？ああ、なんかうまいねみたいなことを言ってくれるとさ、囲いたくなるよね。京平さんパチパチありがとう。特命さん花火ありがとう。そういうのは優しい配信者だよね。2だねみたいな、そのコメント2だねって言って、こうリスナーさんのコメントをさ、打ちたくなるようなトークができる人はやっぱ大手になるよね。喜ばせ上手っていうか。よいしょ。736キロ、やば。東北本線か、東京青森間か、何日かかるんだろう。1日40キロ歩くだけでこのペースだからな。ちょっと、まあ、伝説にはなるよね多分。何日かかるんだろう。1日40キロは無理だもんな、このペース考えると。1日25キロだとして4日間で100キロ、無理だな。4728、1ヶ月かからね。1ヶ月で、しかもその体を万全にし25キロ走る、ムーン無理だね。ムーンつっちゃったよ。これ左かな右かな。吉
祥寺って書いてある。右か。右行きます。配信者はド M だよ。直樹さんありがとう、嬉しいよ。なんかさ、アンチもいていいけどさ、まあ捨て頃の時それ思ったけどな、今回は評価してやるよっていうの嬉しいね。おお、デジルさんまだ見てくれてたの。ナビゲートしてくれるのありがとう、デジルさん。ほんと感謝、シェイシェイだね、ありがとう。嬉しいよね。なんかまあ今回の件に関しては頑張ったなって、そういうのは好きだよ。別に頑張ってねえ時は叩きゃいいんだし、頑張った時はやっぱ認め合わないとね、結果出したらね。井の頭通りだよね多分これ。井の頭通りですね。吉祥寺駅ここまっすぐ行ったら着くはず。喋りながら歩いてた方が俺は楽だね。ただ水分が飛んでくのね、喋るのって。呼吸、まあ普通の人の感覚だと疲れるんだろうけど、俺は気が紛れる、痛みが紛れるから、すげえやっぱみんなと一緒に歩いてる感じがしてすごいいいよ。ていうか橋本くんもう終わったらしいね、早っ。山手もう一周8時間ぐらいで終わった、すげえよな。やっぱ俺がヘタレなのかな、十何時間かかったかな。花火ありがとう、もこさん。水分補給頑張ります。水分補給感じします。水分補給頑張るってなんだよね。もこさんありがとう、花火頑張ります。偽善者どうなんだろうな。偽善者ね、別に善をしてるつもりねえけど、どうかな。花火もらったらありがとうって言うじゃん。別に俺は悪党っすよ、小悪党っすよ、小賢しいクズっすよ。別に俺自分のこといい人だと思ってないよ、小悪党っすよ。そもそも善人じゃないっていう。左足いってえな。ありがとう、嬉しいよ。なんか素直っていいよ、まっすぐっていいよ、なんかストレートですげえ響いたわ、ありがとう。嬉しい、本当にありがとう、マキさんありがとう。やった甲斐があるよ、直樹さんがそう言ってくれるだけでもさ。でもまあこういうのを繰り返して信頼関係がさ一人一人とできてくんのよ。最初はみんな興味ないのよ、みんななんだこいつだで嫌いとか、まあ普通とか。でも少しずつ少しずつやっぱ認めてもらっていって今があるのね。だから一人でもさ、そうなんか頑張ってんじゃん応援するわって言ってもらえると、なんかやってよかったなって素直に嬉しいね。やっぱ敵作るより味方作った方が面白いもんな。まあだから配信者が体張るのってそういうところなんだろうな、リスナーさんに認めてもらいたくて体張ってんだろうな、なんかそんな気がするよ。左足のかばい方分かったな、ちょっとガニ股にしたらなんとかなるかも。
金梅と同じことはできないよ。できないからこうやってくすぶってんじゃん。金梅さんと同じことなんかできねえよ。あの人すげえ人なんだよ。できないよ。全然2個も3個も格上の人だよ。足元にも及ばないよ。先輩だよ。分かってるよ、俺が一番。俺噛みつく気もないよ。自分は自分でスキルアップしていくよ。同じことできないからこういう結果になってんじゃん。でもまあ、それでも230人見てくれてんすよ。だから230人大事にしながら上に行きたいっすね。もっと前向いてどんどん進んでいきたいっすね。それが本心っすよ。別に金梅さんより俺の方がすげえなんて思ったこと一回もないよ。橋本くんもすごいよね。俺より人集めてんだから、俺の、なんだろう、俺が250人、橋本くん1000人、4倍人気なんだよ。俺は数字は素直に受け止めるよ。実力あるからそれだけ人の心掴んでんだから。でも俺には俺で250人いるから、満足はしてないけど大切にはしてるかな。うん、そう、まあジャンルも違うのもあるしな。うん、でもまあ人集めてる人はやっぱすげえよ。俺はそこにリスペクトはあるよ。ディスってないでしょ、金梅さんのこと。すごいようだけど、お土産待ってる。あ、ごめんカトラ、申し訳ない。オッケー、ちょっと待っててね。申し訳ない、送ってねえんだよ。ハンカチかなんかでしょ。俺が水かけたんじゃないよ。ほっぺね、ほっぺ、こっぺ。まあでもかけちゃいかけちゃいみたいに煽ったのは事実だからね。俺がかけたようなもんだな。確かに橋本くんには悪いことしたよ。一回会って謝るよ。俺も煽ったのは事実だからさ。うん、かけたのはコッペかもしんねえけど俺煽ったわ。謝る謝る、約束するよ山ちゃん。会ったらね、顔いつかどっかで会ったら謝る、必ずで約束するよ。だからもう何年も前の話蒸し返さないでくれよ。懐かしいね、その頃からあやリスナーだもんね。もう蒸し返すのあんま好きじゃねえからさ。このサイトのドーンわかんない全然。まあね、あれは喧嘩売る相手間違えたよね。まあいいんじゃない。でも敵はいっぱい作っちゃったかもしんねえけど、なんとかやっていけてっから。雨降ってるよ。あ、頑張るよリッキーさん、ありがとう、ありがとうね、頑張ります。雨は小雨っつうかポツポツって感じで降ってる。こうタオルで PC 拭きながら歩いてるね。お、吉祥寺着いた。みんな、十何個目だろう、もう分かんねえな、もう何個目か分かんないけど着いたよ。はい、吉祥寺駅です。着きました。次どこ行けばいいんだろう。まっすぐかな、まっすぐ行こうか。まっすぐ行っていい、これ。吉祥寺駅着きました。まっすぐ行っていい。14かな、もうカウントが分かんなくなっちゃった。もし誰かいたらさ、高尾駅からカウントをし直してもらえると嬉しい。吉祥寺何駅目、記憶が曖昧。はい、吉祥寺駅です。吉祥寺駅まっすぐ行くよ。北口回った方がいい。北口どこだろう。北口っていうか駅がどこだか分かってねえな。ちょっと商店街の方行くか。
もう駅着くよ。北口ね、OK。北口回ります。次はなんだっけ？荻窪？周りは晴れてんの？マジで？なんなんだろうね、この雨のタイミングは。梅津和夫先生わかんねえ。だから。花火ありがとう、濃い味。頑張るよ。珍しいな。濃い味も花火くれたよ。珍しいじゃん。ありがとう。嬉しいわ。頑張るわ。久々じゃね、濃い味が花火投げてくれる。結構昔投げてくれてたよ。ありがとう。なんか嬉しいよ。サンキュー。頑張るわ。吉祥寺でしょ、今。吉祥寺、荻窪、西荻だっけ、次。雨降ってきたな。こんばんは。ちょっと待ってね。まだ痩せたでしょ。一日でコロコロ体重変わるから、俺。北口目指します。いや、雨降ってるから。雨降ってるじゃん、道路見てごらんよ。パソコンも濡れたじゃん、今水滴で。どこが雨って、めちゃめちゃ雨降ってんじゃん、ほら。みんな傘差してるじゃん、傘差してるじゃん。なんですぐ疑うの。俺にはわからない感覚なんだけど。次は西荻、ありがとう。西荻までのルートがわかんねえな。吉祥寺駅。体はね、テーピングしたのと、休憩取ったので、だいぶ楽になったんだけど、一点だけ、左足の膝の裏が、肉離れ起こしそうな感じがする。だから今かばって歩いてるね。超痛い。体は。あとはもう豆が潰れたとかその程度だね。なんか、あんまり。それ以外は平気だよ。でも雨でパソコンが壊れないかどうか心配だね。北口どこだろう。肉離れになりかけてる感じかな。肉離れになったら歩けない。北口ってどこだろう。ここ何口だろう。ここ何口だ。痛いのは慣れたね。ただ歩ける、歩くスピードはだいぶ戻った。だいぶ良くなったね。今は何口なんだろう、これ。何口なんだろう。何口か分かんねえな。これ何口だ。公園口。北口どうやって行くんだろう。北口どうやって行くんだ。中央改札と南改札しかねえな。なんか踏んだし。オッケーオッケー、わかった。アイシングとストレッチね。中央改札と南改札しかないな。そこは南なんだ。下がった方がいい。オッケー、一回下に戻るわ。北口改札ってどうやって行くんだ。反対側に行けってことだよね、南ってことは。裏側に回り込むわ。 OK、 ありがとう、デジルさん。
北口駅前広場あった。下から行けたね。今歩いてるよ。こんな感じで歩いてるよ。はい、ワード2。255か。北口着いたよ。北口ついて、こっからどうすればいいんだ。北口でどうすればいいんだろう。複雑だな。複雑だね。吉祥寺通り、井の頭公園か。どうすればいいんだろうな。なんか複雑だね。どうしよう。線路の左側を進む感じか。 OK OK。 途中で途切れるけど、まあ、頑張ってみるわ。デジルさんありがとう。ほんと助かるわ。マジでありがとう。あ、だし、俺のだしって読むの。だしさんか。ありがとう、ボンさん。また勉強になったね。おい、ヤナラッキーさんはどつ。正直に正直、線路の下、歩けなかったっけ。歩けたっけ、ネズミコウさん。今、線路の下っていうか、左脇を歩く感じかな。でも、もう、あと十何キロだからな。もう頑張れるよね。高尾から歩いてんだからさ、残り11キロくらいなんとかなるでしょ。三鷹じゃないよ、吉祥寺。吉祥寺まで来たね。次荻窪だね。西荻窪か。次は頑張ろう。山手線一周はね、60キロじゃなくて何キロだったかな、37キロっていう風なルートなんだけど、実際体感だとね、47はあるね。50いかないぐらいある。俺の場合階段の高低差があったからな、駅の。37じゃないね、あれは。もっと遠い。あー、リュウホーデスマスいらっしゃい。いや、あんまりいいかどうかわかんないけど、意地っ張りなんじゃん。雨降ってるね。風呂入って寝てえな、もう。ちょっと頑張ろうね。朝になる前に帰ろう。朝になる前に帰ってぐっすり寝よう。風呂入って飯食って、のんちゃんの飯食って、頑張ろうみんな。八王子が36件、同じかほとんど。八王子、
距離よりも、距離も大事なんだけど、高低差がすごいあるの、山手線は。新宿から秋葉原まで、池袋行くときとか、なんかこう、登ったり下ったりとかして、で、どこだったかな。品川かどっかの駅、あの辺ですっごい長い区間とかあるのよ。だからね、心が折れるルートがあるって感じかな。なんか後半戦回り方によっては。新宿から秋葉原まで行って、池袋秋葉原まで行って、で、そっち経由で行ったんだけど、すげえきつかった。山手の方が工程はある。俺が今歩いてるところよりも山手の方が高低はあって膝ぶっ壊す感じかな。こっちは、膝壊すようなルートあんまりなかったんだけど、距離が長いイメージ。山手の方が俺は体感ではもっときつかったね。でも、ほら、体調の問題とかもあるじゃん。俺がその時体力なかったとか、ほら、捨て頃で体力ついたとか、そういうのもあるから、俺は体感だと山手の方がちょっときついね。だ距離は長い、こっちの方が。絶対距離はこっちの方が長い。そんな感じかな。まあ、リアルな体感をしたものの意見としては。嘘はついてないよ。山手の方が若干、その高低差はきついよ。あとなんか、心折れる。あ、そうだ、田町品川間だ。そうだ、思い出した。ありがとう。モツパイナポー、そうだ。その地獄の、しかもそっから何個か長いのが続くんだよ。だからね、心折れるんだよね、後半戦にそれ持ってかれると。で、真っ暗なんだよ、本当に店とかもなくて。おつぱいのぼありがとう、フォロー。そうだ、田町だ。やばいよね。それでも 2.3 キロとかじゃなかったっけ。4キロくらいだっけ。今回のやつはさ、一駅区間3点何キロ、ずっと3点何キロついたから、ま、出だしでそれだったからよかったけど、後半にこれ持ってかれてたら多分心折れてたわ。絶対やめてた。八王子まで行くじゃん、俺が、新宿から。で、こっから3キロルートがついたら多分ね、リタイアしてたと思うよ。先に突破、体力があるうちに突破したから、こっちのルートは正解だったね。雨止まねえな。え、橋本くんまだ歩いてんの？マジか。ちょっとここで一服しようか。ちょっと雨がひどい。ちょっとここで休憩取ります。オッケー。ちょっとここで休憩取っていい。雨がひどいから。ちょっと雨しのぐわ。最速は8時間。8時間、俺17時間かかった。膝ぶっ壊して。YouTube に残ってるよ、ネズミ高さん。ワドを山手線で検索したら、とんでもなく時間かかってるよ。見てみて。今回それより全然いい。ただもう本当に気力だね。気力と体力のバランスだと思ってて、体力ある人は大丈夫なんだろうけど、俺体力ないじゃん、ネズミ高さん。俺17時間かかった、膝ぶっ壊して。バイオハザードみたいな歩き方になって、最後本当に1キロ進むのに1時間半とかかかっちゃって。見たら分かるよ、 最終話みたいな、ラスト見たら分かる。バカだこいつっていう。もう宗教がかってたって言ってたもん、みんな。歩け歩けとか叫びながら歩いてたもん。うるせえって怒られてたもん、リスナーさんに。かゆっ。俺はだから体力ないからさ、それでも別にサボったわけじゃなくてね、ちゃんと今回みたいに歩いてたよ。休憩は取りつつだけど、こんな感じで。橋本くんっていうか休憩してんのかな、大丈夫かね。橋本くんでも体力王って呼ばれてるから大丈夫か。あ、そうなんだ、新しい駅できるんだ。
すごいね、山手線でまだ新しい駅できるってすげえな。ちょっと感動するよね。いやでも本当にリア突してくれた人とかさ、新しいリスナーさん、なんかフォロワーさんが増えて俺は嬉しいよ。やってよかったわ。それだけでも収穫あるね。高尾から吉祥寺だね今。まあだけど新宿まで行かないと。吐いた唾は飲まなきゃ。まあまあどんだけ時間かかっても納得はできるけど、新宿まで行かない、行くまで安心できないね。うん、あやちゃんいつもありがとう、頑張るよ。まあね、いけるっしょ。こっから区間が短いから、西荻、荻窪、高円寺だっけ、次西荻、荻窪、高円寺、高円寺まず先かな。全体で俺の体感だと、俺のルートだと多分これ50キロ超えてる今回。うん、あの駅を経由してるから、あの検索してもらうと分かんないけど、駅を全然かすらないルートの Google とか、いや、まっすぐビタッと新宿に行くのよ、甲州街道とかで。そう、甲州街道をこうジグザグに交差してんの。だからそのなんつうんだろう、一直線って最短ルートだ。俺はこれをジグザグジグザグ行ってるから、距離が倍近くになるかもしれない。相当長いよ。スニーカーでかいね。ただそれでも壊したけどね。やっぱ準備運動とかやってたり運動してる人の方が有利だと思う。絶対交差してるよね。だって甲州街道まっすぐ歩いたら40キロなんだもん。絶対今頃ついてるよ新宿に。多分俺の体感55キロか60キロ、下手したら60いってんじゃないかと思うけど。うん、大丈夫だよ、風邪ひかないよ。この雨が止まねえかな。いや、橋本くんビッグを引いてないの？すげえな、体力あんだな。大久保駅も行こうかなと思ってるね。せっかくこのマートさ、西新宿5丁目だからそのまま帰れるんだけど、まっすぐ大久保新宿って行かないと多分リスナーさん納得しないと思うから。うん、高尾から今ね吉祥寺っすね、熊本さん。いや、東中野から家に行ったら納得いかないでしょ。でもここはもう駅行くって言っちゃったから、それは守るよ。スタンプ押さなかったんだもん。でもスタンプ無理だったよね、やっぱり前回も無理だったんだよ。うん、これから雨強くなんの？マジで今のうち行った方がいいのか。タバコ吸ってる場合じゃねえな、雨強くなるって。新宿駅で待ってたって歌知らない。 URL ちょうだいかとな。新宿駅で待ってた、一応新宿駅まで行くよ。でそっからはのんちゃんに迎えに来てもらうかもしんない。それで OK でしょ。ダメ、自宅までね歩いて40分かかるんだよ。歩いて30分か20分か30分かかるから、今の足だと50分かかっちゃうの。いや、新宿駅ゴールでいい。そのちゃんと遠回りするから。そしたらのんちゃんに迎えに来てもらう。 OK、新宿駅終了にしよう。そしたらね、中央線制覇だから。新宿駅まで 12.4 キロ。あー結構あるな。あ、頑張るよ、それでいいよね。すごいよね、
体力化け物なんだよ。まあ俺デブだしな、引きこもりだしな。橋本くんは結構あれしてるらしい、運動神経いいらしいもんね。すごいよね橋本くん、尊敬するわ。俺あの大変さ知ってっからさ。もともと新種コーラの問題ないっす、無理しない程度にお願いします。うっす、アルチューさんありがとう。ちょっとね、あの自宅そのまま帰ろうかなっていう浅はかな思いもねよぎったんだけど、一応駅は行くわ。おい、ワドツー孫文さん、侍文さん、孫文さんかな。まあ雨だけはね、天候に恵まれなかったのと充電の計算はちょっとミスったな。なんせか匿名枠すげえな、気合入ってるね。いや、あの人ニコ生出身だからね。明日雨か、今のうち雨強くなんだったら移動しないとな。よし、歩こう。休憩終わり。よし。あれ、バッテリー充電されてね。ちょっと待って。大体ね、今から6時間ぐらいかかると思ってください。ちょっと待って、バッテリーが充電されてない。ストップストップ。外れてんのか。え、ちょっと待って、バッテリー 12% なんだけど。え、ちょっと待って待って待って、なにこれなにこれ。え、え、やばいやばいやばい、バッテリー 12% しかないよ。なんで早っ。よいしょ。歩きます。行きます。よいしょ。雨止まねえな。どうする？傘買う？パンチ湧かないんだ。まあ、そこは羨ましいよな。柔らかく話すな。俺も変わんねえといけないのかな。ああ、俺もちょっと勉強するわ、橋本くんの枠見て。あや、ありがとう。俺はトゲがありすぎるんだよな。そんな、損だよな。変わんねえとな、先を目指すんなら。うい、頑張るよ、ワコン金杯ありがとう。ファイト、ファイト、ファイト。今の自分じゃ限界だわ。あと20回ぐらい変わらねえと億万長者なれねえな。揉まれるぜ。俺はバカだからさ、考えてもわかんねえから、リスナーに揉まれながらやってくよ。頼むぜ俺を磨いてくれよ。機材のためにも。そうだね、傘買おう。これで機材大阪になったら配信ができねえ。橋本くん頑張ってるよ。頑張ってないとあんな俺の4倍のファンがいるわけねえじゃん。4倍いるんだよ。4倍すげえってことだよ。始めた時期一緒なんだよ。つまり4倍質の高いことやってたんだよ、橋本くんは。俺よりも配信の量は俺の方が多いのにさ、4倍ファンがいるんだもん。
ってことは4倍質が高いんだよ。それが現実だよ。ブランクあってもそのキャリアだよ、うん、明日仕事なの狂ってるなまあでもプロ配信者になるでしょ。だって花火ガンガン上がってるでしょ。負けないよ俺は。いつか追いついてみせるよ。どんだけ時間かかっても俺のやり方で俺には俺にしかできねえことがあるはずだぜ。負けないよ。こっちにはコアな旅団がいるんだよ。硬化したいいね。突き当たりか。今ね、あ、カズ軍曹いらっしゃい。今ね、吉祥寺からね、二松木窪に向かってる。こじゃれたバーだな、おい。こじゃれたバーだね。傘買うか。いや、リスナーに揉まれて今までもやってきたんだよ。それは昔から見てる人だったらよく知ってるよ。これでも丸くなったって言われてたもん。何回泣いたか。悔しくて何回泣いたか。強靭だよね。いや、橋本くんすげえよ。じゃあ、俺は俺で頑張ろう。よし。進もう。コンビニで傘買います。もう、傘差したくねえとかくだらねえこと言ってる暇ねえわ。もうザーザーに降るわこれ。何回泣いたか。なあやなんかさ、昔のリスナーだから俺が号泣してんのなんか何回も見てるよ。過呼吸でぶっ倒れてんのなんか1回や2回じゃねえよ。すげえな、大塚池袋か。すげえな。さすがにスピードが速い。3枠ぐらいでクリアだから12時間ぐらいでクリアか。速いな。俺の5時間短縮だね。俺よりも5時間速いね。多分あと1時間かかるはずだから4時間速い。俺より俺17時間だから。ただ後半の2駅地獄だったな。子供みたいに泣くからね。うるせえよやめろ。8時間で山の手一周。マジで？マジかよ。向こう多分携帯配信なんじゃないの。俺パソコンで重量重てえかんな。わかんねえ、今何時間経ってんのか。俺は向こうの状況知らないから。なあ、ちょっと悔しいよね。まあでもしょうがないよ、スペックが違うしさ。やるしかねえんだよ。負けてもいいから逃げるぐらいだったらいいよ。負けていいよ。一応俺はやったかんね弱くても負けても惨めでも何でもいいわ。もう俺もゴールするわ。それでいいわ。自分に勝つわ。とりあえずガン切るの早いね。いや、もっと長いよ。41キロ以上絶対あるよ。
高架下で行けんの？え、行けなかったよ。突き当たりでダメだった。戻れんのかな、高架下に。ローソンでとりあえず傘買うわ、もう。機材が怖い。4時に出発か。早えな。すげえな。やるね。今ガストとローソンだ。ローソンで傘買います。もうシノゴのプライド捨てるわ。雨でも歩こう。プライド捨てます。目的のためなら仕方がないね。駐車場の中歩けたんだ。マジか。とりあえず傘買うわ。うちしろもう必要だからさ。雨止まねえわこれ。ありがとう、デジルさん。戻るよ。すいません、すいません、あれ、あ、すいません、傘って販売されておりますか。あ、ありがとうございます。まあね、本当はもっとうまく、あれ、もっとうまくやりたいけど、新宿は、いやもう終電なくなったからリスナーさんいないと思うけど、やっぱアルタマイトだね。あ、使いたいので袋お願いします。袋ですか。あ、袋を取っちゃってもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。レシートいらないです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、コンビニだから。どこ行けばいいんだろう。どっかで右曲がればいいのかな。これで大丈夫だ。ただちょっと車が怖いけどね。あれ、おし、あー、やばいやばいやばい、ぶっ壊れた、ぶっ壊れた、やばいやばいやばい、パソコンぶっ壊れた、やばいやばいやばい、いや、あかん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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、あかんあかん、パソコンぶっ壊れた、あ、やばいやばい、あ、やばいやばい、やばいな。あかんあかん、これ。いや、めちゃくちゃ降ってるよ。言ってんじゃんだから。やばいって。ちょっと待ってね。あー、あかんあかん、これ。バグった。あー、やばいやばい。あー。ちょっと待って。オッケー。あー、ていうか、本降りになった。最悪。あぶね、傘買って正解だった。パソコンがぶっ壊れたよ。よしか。やべえな。これ右に曲がるよ。右に曲がっていい？
やばいね。いや、もうね、涼しさはなかったんだけど、まっすぐ行っていいのかな。いや、傘で行くわ。あー、マジか。バッテリーいかれねえかな、大丈夫かな。河川行く？うん。ちょっとこれ怖いね。あ、マジか。これ右に曲がればいいんだよね。ローソン右に曲がるよ。マジか。右に曲がるよ。OK。頑張るよ。ジャックさん花火ありがとう。負けないよ。雨なんかに負けないよ。よし。うん、大丈夫。なんとか勘を頼りに。うん。パソコンとバッテリーと20キロ背負ってるからね。20キロで膝ぶっ壊れてんだよ。ごめんね、カメラの角度悪くて。ごめんね、みんな。あれ、河川なくなったな。どこだ、ここ。大丈夫かな。バッグ、リュックが心配だな。バッテリー入ってっからな。水でショートで機材壊れたらアウトだからな。どこだ、ここ。河川がないな。どこ行った、線路。ローソンの道を左方面？左？うわ、逆だわ。逆走してるわ。え、ローソンを背にして左ってことだよね。ローソンを背にして右に曲がったんだけど。逆？マジかよ。え、どこだ？パソコン台付きのリュックか。どうなんだろうね。難しいね、機材は。いいアイデアだね、ニコラスね。奥が深えよな。まあ、雨の中で配信やりたいっていう方が狂ってんだけどな。いや、リュックかぶせる雨があるんだけど、家に。持ってくんの忘れちゃったんだよね、俺は。家から持ってくればよかったな。夏いらっしゃい。ちょっともう、両手が塞がって限界だよ。もう、プル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 してる。ごめんね。カメラ近いけど、リュックサックが濡れたらバッテリーがショートしちゃうから、どうしてもこれが限界なんだわ。申し訳ない。晴れろ、晴れろ。晴れろ。晴れろ。ローソンの道を進行方向に、ローソン背にして左でいいのかな？
ローソンを煎じて左でいい？合ってる？今ね、ハーレーダビッドソンかな、これ。今ね、多分ハーレーダビッドソンショップがあるんだけど、そこ左に曲がるよ。ハーレーダビッドソンじゃないな。なんかバイク屋さんがあるんだけど。ごめんね、みんな。左曲がるよ。ローソン左に曲がるよ。ローソンを煎じて左曲がるよ。さあ、天気にぐらい愛されてえよな。左曲がるよ。ああ、もう Google も使えねえしよ。大丈夫かよ。これ本当に左？え、だって向こうから来たのになんで左なんだ？あ、全然わかんねえ。左曲がるぜ。頼むぜ。見れてる？見えてる？見えてる？みんな。そうだね、経験だからね。諦めなければ失敗じゃないからね。全部経験、全部経験。見えてる？行くよ。今ね、吉祥寺から西荻窪。持ち帰るわ。つらいな。あー、高架下出てきた。なんでだろう。あれ、なんで高架下出てきた。ありがとう、助かったよ。え、なんでだ、さっき、なんでだ、さっき行き止まりだったのに。ローソンを越えて左。あ、高架下見えた。この絵、これで合ってんのかな。ありがとう、白本さん。ありがとう、見えたよ、白本さん。ほんと助かった、ありがとう。なんでここに高架下が出んだ？ありがとう、高架下右手、サンキュー。ああ、よかった。ありがとう、助かりました、白本さん。これで機材守れるわ。ああ、でも、あれだな、駐車場の中は歩けないな。フェンスがあるね。ああ、歩けるかな。ああ、よかった。ありがとう、白本さん。助かった。はあはあ、うん、頑張るよ。フェンスだな。ダメだ。中は突っ切れないね。
いや、赤刺し行きます。右側歩くか左側歩くか。右だな。右側歩こう。高架下よいしょ。すいません、再び雨です。ごめんなさい。頼む、雨止んでくれ。5時間だけ雨止んでくれ。もう足びっちゃびちゃだよ。みんなありがとうね。みんなありがとう。頑張るわ。ちょっと機材吹かせてください。すいません。足はやばいっすね。足やばいっすよ。見えるかな？コメント。おー、BJ まだ見てくれてた。BJ ってアメリカに住んで俺に拳銃見せてくれた BJ。昔の FC2 時代にさ、俺にトツかけて拳銃見せてくれたアメリカに住んでる BJ。 合ってる？ちげえかな。昔 BJ っていうリスナーさんがいてさ、アメリカに住んでるんだよ、若い子で。で、俺に拳銃見せてくれてさ、アメリカがいかにヤバいか。違うか。そっか、申し訳ねえ、人違いだったわ。タバコ吸おうかな。申し訳ない、人違いだった。この雨通り過ぎねえかな。杉並がどの辺かわかんねえな。
雨ひどいよね。ムラがあるんだ。いや、多分そのこれから中野に行くんじゃないかな。これ突っ切るしかねえな。クソカツ倒す。カロリーメイト食ったよ。バカありがとう。ありがとう。自然って厳しいね。倒れない、大丈夫だよ。ああそうなんだ。しばらく待ってみる。賭けに出て。あ、どれくらいで過ぎるんだろうこの雨。ありがとう。ありがとう。どうしようなんねえな。風邪ひかないよ、ルフさん。ありがとうね。家の中に引きこもってパソコンカタカタだもんな。外出ねえってやっぱダメだな。早めに23区抜けた方がいい。23区に向かうんだよ。あ、23区に抜けた方がいいんだ。いや、バッテリーがもう切れるから焦ってるね、カオス。カラータイマーがピコンピコンになってるよ。余計ひどくなったよ。そうなんだよ。心折れそうだよ、マジで。マジで試されてるわ。何なんだよ。車で充電。雨宿り、自分の過去を流しさ。場所はすげえな。とても場所みたいには
考えらんねえな。ナンバさん、風船ありがとう。今俺にできることは2つ。リスナーさんに任せる。雨が止むことを祈る。ここで待つ。雨の中を戦う。2択。リスナーを信じるわ。どっちか書いて。雨と戦う。雨が止むのを待つ。雨が止むことを祈る。さあどっち、みんなはどっちか。雨と戦うか、雨が止むのを祈るか、どっちかな。どっちが見たい。待つ。その選択肢自体がない。カオス選択肢提案してよ。雨と戦うか、待つか、祈るか。移動した方がいい。戦う。さあ、戦う方がちょっと多いかな。寝る。なるほど。その選択肢はないわ。配信者にその選択肢はないわ。戦うわ。よいしょ。よいしょ。行くぞ。機材が壊れるか。俺が早いか、機材が壊れるのが早いか。か。大丈夫だよ。頑張るから。うわぁ、これ右じゃなかったな。右行けんのか。通せんぼですか。ああ、そうですか、通せんぼ。右で突き当たったな。でもやるんだよ。左に抜けられたわ。左に抜けるわ。いいよ、風ぐらいで済むんなら風邪ひくわ。風邪ひいた方がよっぽど楽だわ。本当に風邪ひいて寝込んだ方がよっぽどかっけえわ。もう嫌なんだよね。もう捨て頃の時にさ、戦わないでさ、逃げ、なんつうの、守るっていう選択肢はないでしょ。戦う一択だわ。これまっすぐ行けんのかな。どうなんだろう。引き返しそうな気がするな。視界悪いんだよね。雨打たれ、機材壊れし我に勝つ。なかなか詩人じゃないか。ルートは正しいのかな。このルートは正解か。正解だった。正解かな。正解。さすが。よし、左ルート正解であってほしい。正解。
でかい。正解正解。進め前に。あれ？こっちじゃないのかな？あれ？こっちじゃないのかな？警官いんな。突き当たったな。ああ、駅開けてきた。これはどっちだ。お疲れ様でーす。よいしょ。今ね、吉祥寺から荻窪に歩いてんだけど、迷子ですね。とりあえず河川下っていうのかな、高架下か。雨になんかきついね。警官がなんか待機してたからまた通報かなと思ったけど、違うみたいだね。ごめんね、視界悪くて。いや、多分ね、風邪ひくね。多分風邪ひくね。でもいいんだ。でもいいんだ、俺は。配信で死ぬなら本望じゃ。渋谷いたんだ。ペルス。線路沿いを歩く。ちょっと雨が小雨になったかな。頑張れ。左手。心折れるぜ、マジで。コクリンありがとう、頑張るよ。いや、もうね、辛くなくなってきたね、正直。楽しくなってきたね。これ本心で、強がりとかじゃなくて。もうね、結構ね、マジで今日はね、収穫あってね。なんつんだろう。やっぱね、リスナーさんと会って元気もらえたし、すげえあったかいことをいっぱいもらえたから、やってよかったなと思って。だからまあ、あとはそのリスナーさんの言葉を無限にしないようにしてるだけなんだけど、いろんな人が頑張れ頑張れって言ってくれるんだよね。ファイトーっつって。
辛い、こう、まあ、痛いとかあるよ。痛いとか寒いとか、濡れたとか、足びちゃびちゃとか、豆がとか。なんか、どうでもよくなってきたね。何やってんだろうって、ね、リスナーさんにも言われたんだよ。なんでこんなことやってんのって言われるけど。な、俺が一番知りてえっつうかさ。あ、寝落ち、そうそう、お帰り。風船ありがとう。なんかリスナーさんにさ、何やってんの和道って言われるんだけど、いや俺が一番よく分かってねえよなと思って、何やってっか分かんねえわみたいな。こんなね、配信業だとかわけの分かんないこと言って、いやいやいや、応援がめちゃめちゃ嬉しいんだよ。何やってんだろうなみたいな、ほんと意味わかんねえよな。俺が一番聞きてえ、俺何やってんの、神様俺何やってんの、なんで生まれてきたのつって、全然意味わかんないよね。まあ、楽しいからやってるとしか言えないよね。え、まあ、セミか。いやーね、よくわかんねえわ。これ線路左が駅かな。うわー、切った。切った。切った、これ。おい、やいか、いらっしゃい。ビターンって何なんだろうね。わかんねえ、もう。何にもわかんねえわ。もうただ歩いてるだけだからね。何にもわかんねえ。何が正解で、何が不正解で。全然よくわかんねえわ。でももうこうなったらやるだけだよね。あんまりもういいや。よくわかんねえわ。もうバカだから。バカだから分かんねえんだよ。リターンね、効率は悪いんじゃないの。普通に働いてさ、普通に稼いでる人からしたらバカじゃねえのって思ってんじゃない。俺だってね、バカじゃねえのって思うかもしんないけど、これしか方法がねえんだわ。これしかさ、自分を表現する方法がねえんだわ。何にもわかんねえよ。ねえ、やり方わかんねえんだから。やること一個しかねえんだから。どうせ配信しかできねえんだから。じゃあ配信頑張るしかねえじゃんな。配信以外何も持ってねえんだからよ。どうだろうね。何が待ってんだろうね、新宿駅には。俺も見てみたいかな。新宿駅には何が待ってんだろう。俺もわかんねえけど、俺も見てみたいよね。勝ったぞ、雨に勝ったぞ。また降ってきたな。負けたわ。やっぱ雨強えわ。すぐ降ってきたわ。15駅目。荻窪で、西荻窪。次は荻窪。
うわーかっこいい店いっぱいあんなこの辺、超楽しそう。うわワンドリンク500円だって。うわ絶対楽しいわ。うわ絶対楽しい。うわいいな。なんかバーでお姉ちゃんとかすげえイケてる感じのお兄ちゃんとかが飲んでる、すげえいいな。めっちゃ羨ましい。荻窪の駅がまだ着かないな。あれ着かないな。あー着いた着いた。あー田中さんありがとう。わかんない、店の名前まで見てなかったけどすげえかっこいい感じだった。また高架下でいいのかな、西荻窪駅。ちょっともう終電で閉まっちゃったからあれなんですけど、駅着きました。ちょっとごめんね、あの西荻窪には確かに着いたんだけど駅が閉まってる、照明できないわ2時で、ごめん。シャッター閉まっちゃってる。オッケー、これでいい？西荻窪駅。オッケー、ごめんね、シャッター閉まってるからもう帰れねえわ。西荻窪駅です、到着です。いえ、次行こう。次行きます。次は荻窪です。荻窪の後は高円寺かな。荻窪です、行きます。 OK、 ありがとう。ごめんね、もう閉まっちゃってるわ駅。もうまあ高架下歩きます。ウェイ、もうすぐ来るもの切れ目。うん、雨がだんだん弱くなってきたね。雨がだんだん弱くなってきた。あと10キロ、マジか。次の駅までどれくらいあんのかな。予定しなくて遠いな。あ、公園住みなのね、今。いいとこ住んでんな。最高だね。高円寺。商店街突っ切るか。左側に商店街突っ切ろうか。マイロードってこれ通れんのかな。マイロード、マイロード、マイロード行けんのかな。マイロード行ってみっか。ここが高架下なんだけど行けっかな。どう思う、行くか。あーびっちゃびちゃじゃん、カメラ、カメラ拭くわ。
駅間 1.8 キロ、結構あるね。高架下を走ろう。誰もいない東京いいね。行ける？おいぽん、ありがとう。これで合ってる？ここの道で合ってる？合ってるかな？合ってんのかな？おい、ミリカちゃんありがとう。いや、足なんかずっとピック引いてるよ。もう左膝ぶっ壊しちゃったもん。次は荻窪。ごめんね、手ぶれひどくて。マイロードどこまで続いてんだこれ。ここで終わりか、ここで終わりか。マイロードは、さて、ぶち当たった。どうすっか、右か左か、右か左か。俺の勘は左なんだよね。右か左か、どっちかな。右沿い左沿い。あ、ありがとうミリカちゃん。どっちかな。ああ、右、オッケー。ファーボさんありがとう、背中押してくれてありがとう。じゃあファーボさんが決めた右。いや、ああ、オイボンも右の方が近い。オッケー、みんなが決めた右で行こう。レフトで行こう。よし、行くぜ。雨やんだか。レフトでしょ。 R で R。 あ、レフト左か。ライトで行きます。あ、すいません、どうもすいません。あ、すいません、ライトでした。阿佐ヶ谷まで南側が分かんねえな、ごめん。南がどっちとか北がどっちとか分かんねえわ。ありがとう、行こうね。あ、ダメだ、ぶっ壊れた。橋本くんクリアした？あ、ちょっと待って、パソコンぶっ壊れた。またパソコン、なんか変な誤作動が多いな。ちょっと不安だな、これ。あー、マイクに水が入る。ちょっと待ってね。あ、ゴールしたんだ、おめでとう。あー、すげえな、9時45分か、おめでとう。もうクリアとっくにしてたんだ、じゃあ。すげえな、9時間45分おめでとう。俺が17時間かかった道を9時間45分か。多分橋本くんだったらこの道多分さ12時間ぐらいでクリアするんだろうね。太一さん風船5個ありがとう、おめでとうございます。すげえわ。
平和通り会って、認証とか持ってるね。東新宿、高円寺から東新宿までは駅の北側。ああ、ありがとうノーネーム。これは左か、左にまっすぐでいいのかな。荻窪までまっすぐでいいのかな。まっすぐだな、まっすぐ行くぜ。まっすぐでいい。あー、にゃんこ、イケメンのにゃんこだね。シュッとしてる、生まれたてかな。頑張れよにゃんこ。こんな遅くまで見てくれてありがとね。みんなも体壊さないようにね。電波なくなったかな。コメント途切れた。あー、コクリンありがとう。コメントかそってただけだね。300人いて1分間コメント止まるってすげえな。300人が1分間何もしないっていう、俺しかできねえよな多分。逆にすげえだろ。剃ってんのか不具合なのかわかんねえっつね。解放帰り、頑張ろう。ねえ、持ってるね、クマも。ラッキーだよ。幸運だぜ。まだ歩けるよ。まだ行けるよ。まだ歩けるよ。ウェイウェイウェイ。ねえ、みんな応援してくれてんね。まだまだ行けるよ。よいしょ。よいしょ。言うこと聞かねえんだわ。痛い痛いばっかりで。おー、ラディオンさんありがとう。頑張るよ。ありがとう。
ファイトっつって、ファイトっつって、ワード戦えって、ファイトって、戦えおらって、寒くはないかな、大丈夫。もう痛みが一番あれだけど、もうこいつはもう騙すしかないから、もう痛いのはどう転んでも痛いからね。1週間ぐらい多分痛くなるから、だからしょうがない。これはその足でつうか、まあ不摂生がデブったからこうなったんだけどね普段から歩いてたら多分こうならない。橋本くんがそれを実証したんだ。ただ不摂生で怠慢で傲慢な生活をしてたからこうなっただけだから。でもやるんだよ、ぐんね、でもやるんだよ。 PC 持って歩くの大変そうというか、まあ俺が好きでやってることだからな、それは。マサラさん、芸がないから、機材は芸がないから、こう機材に頼るっていうね。そう、面白い人はスマホでも全然面白い配信者いっぱいいるもんね。人集められる、これは俺が勝手にやってることだから。ちょっと離れたな、左側行くか。まっすぐじゃない方がいいよね、左寄った方がいいのかな。どうしよう、ちょっと離れたな、左行った方がいいかな。まっすぐ、ちょっと左行くわ、線路が離れてる。左行きます。左へ行って、あー、ありがとう白本さん、ナビゲーター白本さんでございます、よろしく。運動しなきゃダメだな。見直した、まだ早い森友さんまだ早い、諦める可能性まだまだあるから、まだ10キロ以上あるから、ダメ、まだ見直すの早い。今見直しちゃうと諦めた時裏切られたって言うから、まだ早い、グッてこらえて見直したは明日言おうぜ。また裏切られたっていう可能性あるから責任持てないよ。俺はやるけどね、バッテリー切れるかもしんないし、言い訳するかもしんないし、諦めるかもしんないし、ズルするかもしれないよ。その時裏切られたってなるよ。まだ信じない方がいいよ。結果を見てくれ、結果を、結果が全てだから。まだ早い、俺は結果を出してない。最後まで見な、聞きな、結果を知りな、そして感じた時に見直しな。頑張ってるっつってもね頑張ってるっつってもアンチからしたらね、何やってんのお前っつって、いい年こいてっつって一言で片付けられちゃうからねまだまだ認めてくれないらしいよ。
頑張ってるやつは腐るほどいるよ。やり遂げたやつは一握りっすよ。できればその一握りになりたい。時間がかかってもいいからやってみたい。弱くてもいいから逃げたくないの。持って生まれたスペックで全力で戦えばそれでいいと思ってるから。アホだな本当に。次荻窪の次は高円寺か。高円寺は歩いて配信したことあったな。そういえばのんちゃんと歩いて高円寺まで行ったよな。歩いてだっけバスだっけ。高円寺まで行ったら庭だよ。高円寺まで行ったら歩いたことある距離だから大丈夫。面白くなってきた。いやー嫌なの分かるでしょ。俺体感で知ってるからねこの恐怖を。体感で知ってるからもうやりたくないってなるのよ。荻窪まで 800m、 あと800頑張ります。荻窪まで。おいぽんありがとう、バックアップありがとう。頑張るわ。もうルートと道順はリスナーに全力で頼るわ。もう歩くことだけ考えるわ。任せたぞ、頭脳は任せたぞ。あとは俺に任せろ。歩く。よし。よし。よし。すげえよな。Google マップ一個も見ないでリスナー信用してここまで歩いてきたんだよな。そっちの方がすげえわ。超頼りになるわ。すごくね？俺 Google マップ一回も開いてないんだよ。やばいよね。リスナーの言葉を信用したらさ、正解だけしかねえんだから。Hey Siri じゃねえよ。OK Google じゃねえよ。Hey ふわっち。人工知能になんか負けてねえよ。ローソンにぶち当たったか。これ左側に回り込むのかな。寒くはないかな。水虫いらっしゃい。いや、お誕生日じゃないです、てんてんさん。てんてん懐かしいな。それあれじゃなかったっけ、キョンシーじゃなかったっけ、てんてんって。これ左でいいのかな。左？まっすぐ。ローソン、今左かな、まっすぐかな。左かまっすぐかわかんねえな。ローソン、止まりたくねえな。痛いな。まっすぐだな。まっすぐ行くわ。まっすぐ、まっすぐ。おいぽんありがとう。直進ありがとう。ファブキチさん、ローソンです。
荻窪駅がなかなかつかねえな。道迷い男己を試される童心童心道迷い男己を試される童心か。このあと迷子いや直感ビンビンだから歩いてる時間2時間でしょ2時間歩いてる時間だけで言ったら休憩時間抜くと14時間、休憩2時間1時間半か、休憩1時間半取ったから14時間、15時間半企画やってて15時間半で1時間半休憩で、あと14時間はずっと歩いてますね。14時間歩いてるのか、アホだな。リュウジさんいらっしゃい。それえってなるよね。あれこいつ昼間歩いてたぞこいつって。どっかで見たことあるってなるよね。こいつの顔知ってる。こいつ昼間歩いてたわつって。すごくないよ。まだゴールに達してないから。14時間歩いてこれかよ。え、線路にぶつかる？なんだこれ？え？合ってんのか？合ってんのか？線路？なんだこれ？飯は食ったかな？わかんねえ。あ、カロリーメイト食ったか。企画始まってからカロリーメイトと飴とペットボトル何本飲んだろう。もう5、6本飲んでるね。道が入り組んでるから要注意。オッケー。次阿佐ヶ谷か。どうすればいいんだろうな。もう左足の感覚なくなってきたわ。なんか重たい、ズドーンって鈍い感じになってきた。鈍い。痛みとかじゃなくてブヨンブヨンって感じ。ゴムの太いのが足首からブヨンブヨン、太いゴムがブヨンブヨン、グニュグニュグニュ、ゴムがグニュグニュグニュ。歩いてる時間は14時間、休憩時間は1時間半がっつり取った。途中で充電させてくれるところね。飯はね、そんなポイポイ腹減ってるわけじゃないんだよね。14時間歩き休憩を取ってるよ、間に。この2時間前に取ってるかな。2時間前に1時間半休んだから、もうこっから先いくら休憩してもダメだね。もう回復はしない。何時まで歩くか俺が知りたいよね。多分俺の予想だとあと4時間で終わるんじゃねえかと思ってるけど、終わればいいなっていう希望的観測もあるよね。終わるといいね。おー、ホストさんお疲れ様です。お帰り、来てくれてありがとう。もうさ、豆がブチュブチュでさ、足の裏がもうなんだかわかんねえんだよ、ほんとに。だから水風船の薄いの引いてるみたいな。膝は痛いでしょ？足首はもうガッチャガチャでしょ？
まあテーピングだいぶ助かってるけどね。もうすぐ荻窪かな、15駅目かな、15だか16だか17だか、俺の記憶だと15ステーション、俺の15ステーション来たよ。Listen, my 15 station. Uh-huh. 新宿駅ゴールっすね。アルタ前終了にしようか。アルタ前終了。ああ。アルタ前がゴールです。朝だなこれ、絶対朝だよ。おー、ジェルでお疲れ。いい、荻窪から 8.9 キロ、おー、10キロ切ったね、ありがとう。よっしゃ、見えてきた。残り9キロ、10キロ切った。1キロ進むのにこんだけかかってんのか、やべえな、おい。1キロでこんだけ1時間か、やべえな。1駅行くのに1時間ペースになってきたから、あと何駅だ、8キロだから8時間、9時間。いや、実際ジェルで顔見たらびっくりするよ、朝と全然違うでしょ、痩せてるっしょ。痩せてるっしょ、痩せそうじゃなくて、14時間歩くと人間こうなるから、タイムシフトで顔見てごらん、ビビるよ多分、うわって感じで痩せてるよ、痩せそうじゃないから、もう痩せてるから。みんなはね、痩せてるんじゃなくて、それやつれてるんだよって言ってる。タイムシフトで14時間前にタイムスリップしてごらん、笑うぜ。始発は過ぎるかな、どうだろうな、ちょっとわかんねえな、もう俺的にはあと4時間で完走したいけど、2キロ1時間、4時間半か、もうちょいペース上げたいね。杉並中の新宿って感じ。杉並って駅あんのかな、いや、わかんない、本当に。もう、予定は見て、もう一歩一歩歩くと、あ、杉並区入ったんだ。一歩一歩歩くたんびに激痛だし、もう正直何喋ってるかもよくわかってねえ、俺今。とにかく痛え。とにかく眠い。とにかく飯食いたい。あともうね、ほんとね、こんなこと言うと恥ずかしいけどね、もうね、オナニーしてんだ、俺。もうね、ずーっと言いたかったんだけどね、もうね、ここ5時間ぐらいオナニーのことしか考えてねえから、もうしこって寝ることしか考えてねえから、オナニーマシーンだから俺今。ごめんね、感動とかないから、俺の頭の中オナニーのことばっかりだからね。もうしこって寝ることしか考えてないよ、くだらない人間だから。修二さん、風船5個ありがとう。1日1回かな、もう2回できなくなってるかな。でも、そう状態に入って、なんか寝れなくなるで1日7回ぐらいオナニーしちゃって、もうオナニーしてもオナニーしても寝れなくて、すごい大変になるね。そう状態になるとね、オナニーが止まらないんだよね。オナニーマシーンはどうだから。着いた。荻窪ステーション。次行くよ、阿佐ヶ谷かな、次は。よし、ここは難易度高いんだっけ、どうやって行こうかね、どうやって行こう。オナニー、ヤックンパフェありがとう。荻窪着いたよ、荻窪国分寺通ったよ。
え、国分寺通ったっけ、もう覚えてねえわ正直。ごめん高橋さん、国分寺通ったっけ。そういうのが多い、国分寺通った記憶があるね。リスナーさんに聞いて、北口から南口行っても200メートル、いや200メートル相当でかいよ俺の中で。今200メートルも稼ぎたい、最短ルート通りたいかな。200メートル稼げるんだったら短い方でお願いします。もう限界っす。俺の爆弾がいつ爆発するか分かんないからどっちが近いの、北口と南口。1.7 から 1.9 か、ハードル高えな。路上でオナニーはしないよ。次阿佐ヶ谷だね。おはよう、よ。おはようのよ。雨降ってきたわ、雨降ってきた。南口はどうやって行けばいいんだ。あの改札またげなかったね。くっそ、2キロか、結構あるな。風船50個ありがとうよ、あかねさん。いっすいっす、ファイトっす。ごめん、改札またげなかったわ。南口そこ？阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷、了解。また雨降ってきたか。おかずは FC2 ですね。ナイトさんいらっしゃい。まあまあ、なんとか。ここ南口？どうかな。まっすぐ、オッケー。カンさんありがとう。雨だね。こればっかりはもうどうしようもないよ。何度こいつに心折られたことか。何度こいつに心折られそうになったか。もう何度雨で諦めそうになったか。ピアスください。沖縄で買ったんだ、沖縄の綺麗な海。俺青つけないはずなのに、沖縄の綺麗な海は耳に宿したんだよね。赤と黒と白しかつけないはずなのに、沖縄の青だよ。沖縄の海が、俺には沖縄がついてるから。沖縄リスナーがいるんだよ。
知床ゴールはどこだろうね。ゴールなんてないのかもしれないよね、本当のこと言ったら。ゴールなんて最初からなかったのかもしれないね。ゴールはどこだい。ゴールはどこだい。このままどっか行っちまうか。俺のゴールはどこだろう。前映せないよ、雨降ってるから。機材が壊れちゃう、ギリギリなんだよね。夢の国さんいらっしゃい。来たよ。橋本くんお疲れ。終わってねえよ。ねえな、明日仕事なんでしょ。橋本くん。来てくれてありがとう。お疲れ、感想おめでとう。俺山手線17時間かかったからすげえよ。マジでリスペクトだ。おめでとう。俺もどこかわからねえ。ここは一体どこなんだい。手はこっちで合ってんのかな。ずっとまっすぐ歩いてるけど、雨きついね。もうやだね。橋本くん仕事をしよう。頑張ってね。お疲れ。もう朝早いんでしょ。来てくれてマジありがとうね。広い通りが出るまでまっすぐ。了解、ありがとう。一本、あーなんかね、高橋さんね、そうらしいっす。なんか俺が雨を呼び寄せちゃってるみたい。なんかさっきからそれでおかしいおかしいってなってんだよね。和道のところだけ雨が追っかけてくるって。多分ね、高橋さんの言ってるの合ってる。ピンポイントでなんか降ってるらしいよ。なんでだろうね。神様はひどいよ。おーやばそう、久しぶり。あー限界、どっか休憩取るわ。足ぶっ壊れて行って
あ、やばい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 。休憩。休憩します。どっかで休憩できるところなんかあんのか。これああ、見えてきたね。見えてきたね。え、東中野新宿？大久保は？大久保は通らないか。そっか、中央線って大久保通らないのか。東中野から新宿遠くね。え、東中野から自宅帰りて。雨すごいよ、ゆうさん。大通り出たよ。大通りまっすぐ。大久保通るよね。今大通り出たけど、どうすればいい？いやもう辛いとかじゃないよね。心折れるっしょ、こんな。渡る横断歩道了解。まっすぐってこと？まっすぐってこと？それとも左側に行くってこと？左車線入るよ。歩道橋左。あと何キロなんだろう。キロ数とかじゃ分かんねえな。俺のスピードがもうダメだから、キロとかじゃ分かんねえわ。大久保通り左側に行って歩道橋を線路までまっすぐ。この道まっすぐでいいのね。道なりに行くよ。道なりに行くよ。大通りの左側に行って歩道橋線路まで。オッケー、了解。ありがとう、おいぼん。歩道橋見えたな。あれを歩道橋を線路までまっすぐ。歩道橋を線路までまっすぐってなんだ。歩道橋左に曲がるのかな。歩道橋まっすぐ行くよ。とにかくこの道をまっすぐ歩くよ。左に曲がって線路を突き当たる。オッケー。じゃあ歩道橋見えたからあれを左に曲がるよ。限界なんだよね。休み入れてえわ。雨だからベンチすらねえよ。休ませてもくんねえよ。
足もみてえわ。よし、前へ進もう。前へ進もおう、絶倫ちゃん、いらっしゃい。歩道橋左に曲がるよ。歩道橋左に曲がるよ。行くよ。いや、もう足が痛い。とにかく、足ですね。もう、雨降ってなかろうが痛い。なんか痛いとかじゃない。速度はもう、あかん。あーやばい、バッテリー切れた。最悪。ごめん、あと1時間で放送切れる。嘘だろ。あかんって、どうしよう。うわ、マジかよ。ああ。どうしよう。あと1時間で放送切れる。やべえ。あと何キロだ。いや、終わんねえ。マジかよ。もう、どうしよう。いや、マジでどうしよう。ごめん、プツって切れたら1時間後、ごめん。プツって切れたら申し訳ない。iPhone テザリングやってるから電源がどれくらい残ってるか、ちょっとやれるだけやるわ。いや、もう無理です。無理してます。モバイルバッテリーが切れたってことね。いや、マジか。どうすっかな。いや、マジでどうしよう。あー、どうしよう。マックで充電、それでいこう。それで行くわ。それで行くわ。マックやってっかな。阿佐ヶ谷マックやってっかな。
それで行くわ。2階に電源ある、ありがとう。何時間かかんだよ、もう眠いよ、さすがに眠いわ。ありがとう、2階窓際席ね。やってっかな、なんか2階夜中閉めるとかあるんだよな。24時間やってっかな AM さん。仮眠取りて、ああもう煩悩の塊だな。ありがとう24時間ね。もう俺あとどれくらいで着くんだ。もうやだ、嘘、マジでふりかけさん、いやもうやだよ、帰りてえよ。ああもうやだ、もうやだ、もうやめたい。もうやめてよ、もうやめてよ、マジで何やってんだよ。あー心折れる折れる折れる、心が折れる。いやもう心折れるって、こんな、走って、とりあえず阿佐ヶ谷で充電するわ。1万回よりこっちの方が 100% しんどいわ。いやもうやめたい、心折れる。もうなんで雨って、なんでバッテリーが切れるって、もう全然意味わかんねえよ、全然意味わかんねえ。どんだけコンディション悪いんだよ。いや充電中休むよ、休むっていうか、まあ充電中休むしかないから。だってさ、高尾から歩いてんだよ俺で、高尾から歩いてんだよ。それ心折れるっしょ、俺間違ってる、高尾から歩いてんだぜ俺、アホだよ。それ弱めぐらい吐かせてくれよ。阿佐ヶ谷今どこなんだろう、痛いんだよ足が。なんでこんなことやってんだろう、マジで意味わかんねえ。なんで俺こんなことやってんだよ。俺もう32だよな、青すぎるわ。それはね、多分ツイッターをみーこさんがフォローしてないから文脈が分かんないんだと思う。ちょっと休むわ、心折れたわ。ちょっと待って、阿佐ヶ谷で充電タイム取っていいっすか。
ハダメちゃんいらっしゃい。阿佐ヶ谷で充電タイム取らせて。ていうか取っていいっすかっつうか配信できないから。充電するわ。足マジいて痛みがぶり返すわ、こんなの。ああ、もうダメだ。十何時間走ってる。痛い痛い痛い。14時間半歩いてるね。休むわ。いや、もうね、違うんだよ。違うんだよ。分かってるの。日照りがないとか、なんだとか。違うの、もう足がとにかく痛いの。もう、天候なんてどうでもいいんだよ。足が言うこと聞かないんだって。もう疲労がやばいよ。もう、雨とかもいいわ、もう。マック行くわ。いやまあ普段から歩いてないのがたたってるけどさ、そうなんだよね。そう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 、阿佐ヶ谷高円寺中野東中野大久保新宿、線路見えるよ。今住宅街必死に歩いてる。心折れるって。ゆみちゃんありがとう。いやもう朝っていうか何時になるのかごめん、わかんねえわ。寝て、あの都合がいい時でいいよ。頑張るから俺。なんだ、申し訳ねえわマジで。待っててくれてる人に。線路までっていうか線路左側にありますよ。線路左側にずっと出てるよ。住宅街突っ切ってる。線路左側にずっとある。いや、とりあえず阿佐ヶ谷でマックで考えさせて、配信切ってマックで充電させて、その時に考えさせて。ちょっともうダメだ俺、もう痛くて痛くてマジ痛んだわ。あ、線路の下歩けんの？マジかよ、マジかよ。え、線路どこ？え、線路見失ったんだけど。あ、線路あった。マジかよ、線路か。指導につき、指導かよ。いや、配信は切るよ、ごめん。ああ、Mac の中で配信はできないから。マジで。あ、もうダメだ。膝がダメだ。ごめん。いや、膝が痛いんだって。横歩いてたよ、ずっと。線路の下歩けんの。マジか、線路の下歩けんのか。ちょっと待って、今考えらんねえ。もう痛くて痛くて頭痛んだわ。ごめん、ちょっとごめん、何にも言わないで。もうとにかく阿佐ヶ谷で充電させても痛ってんだわ。ローソン、ローソン、
ちょっとここで一服するわ。
風船ありがとうございます。高円寺、中野、東中野、大久保、新宿。高円寺、中野、東中野、大久保、新宿、OK。リスナーさんがどこで何を投げようと勝手じゃやめようよ、そういうの。好きな人、推してる人それぞれにいるんだから、そういうのはやめよう。ありがとう、ブロンソン。ブロンソン寝た？ちゃんと。おやすみ、ブロ。とりあえず阿佐ヶ谷行きます。なんで橋本から足壊れねえんだろう。なんで俺は足壊れて足壊れねえんだよな。意味が分かんねえよ。豆がベチャベチャ。体重だね。デブったからだね。朝マックメニューの方がいいわ、俺。
阿佐ヶ谷右かな、マック右かな、左かな。あれ突き当たり、あれ行き止まり、行き止まりか。あ、行き止まりじゃないか。どちらでもあるの。なんかすげえかっこいいオブジェだな、こいつ。なんだこれ、超かっこいいな。2階上がれなかったらまた枠開くわ。っていうかツイッターで報告するかもしんない。阿佐ヶ谷から何キロかな、阿佐ヶ谷からラスト何キロかな、あと 9キロって言われてたから2キロ歩いたから7キロかな。まだ7キロ。いやごめん、配信はできない。いや通報入っちゃうからさ、やっぱお店に迷惑かけるから。新たまで 8.8 キロ。あ、マジか。8.8 キロか。本当にあるの？マック見当たんねえんだけど。マックどこ？スターロードにマックなんかねえぞ。マックもしかしてさっきの改装中だったところか。線路の下にねなかった。駅ついちゃったんだけど。もしかしてさっきの改装中のところかな。あーマジか、ねえわ。あーマジか、もうマジかよ。さっきの改装中のところだ。あーもうダメだ、駅ついちゃったよ。駅ついちゃったよ。さっきの回数、あー傘閉まんね。もうさっき絶対駅ついちゃったよ。さっきの改装中のところなんだって。ついてねー、マジでついてねー。さっき改装中のところがマックなんだよ絶対。反対側、阿佐ヶ谷駅です。阿佐ヶ谷駅着きました。阿佐ヶ谷駅です。
あ、あったマック。え、閉まってね。マックあったわ。え、マック閉まってるっぽいんだけど。え、マック閉まってるっぽいんだけど、看板ついてねえな。あ、商店街の入り口のところにあるやつでしょ。高架下？なんだこれ。閉まってるっぽいよ。いや、日曜日はメンテナンスのためとかよくあるよ。そうなんだよね。満喫かなんかで充電するわ。じゃあ、ダメだ、やってねえ。あー、やってない、やってないわ。いや、充電ができないと意味ないんだ。漫画喫茶行くわ。漫画喫茶ゲラゲラあるから。やってないわ。これでしょ？閉まってるから。漫画喫茶行きます。ごめん。本当に申し訳ない。本当にみんなごめん。ちょっと、充電中、休んじゃうわ。本当にごめん。本当にみんなごめん。本当にごめん。あの、今から満喫行くけどさ、多分3時間ぐらいかかるんだ。申し訳ないっす。本当にすいません。申し訳ないっす。デニーズは充電できないよ。本当に申し訳ない。充電切れて申し訳ない、本当。今から満喫で、あの、本当に申し訳ないです。すいません。ちょっと今から充電します。いや、申し訳ない、本当に。休むっつうか、その、充電させてください。え、じゃあ俺が寝なければいいの？じゃあ分かった分かった、俺が寝なければいいのね。え、俺が寝ないでストレッチしたり休んだりすればいいの？寝るのがダメなんでしょ？ねえ、俺寝なければいいの？みんな、要は揉んだりとかはいいけど、いや、だったらこっちあるよ。だったらこっちあるけど、放送回しながら監視する？じゃあだったらこっちあるんだよ。俺は別に 寝ないよ。じゃあ寝ないよ。ただ充電してる間揉んだりはするよ。トイレ行ったりとか OK？ こっちにする？それだったら認めてくれる？みんなどう？どっちがいい？カラオケか満喫か書いてください。二択です。カラオケか満喫か書いてください。カラオケか満喫か。カラオケの方は放送あり、満喫の方は休みます。3時間はどっちにしろ充電しないといけないんだって。休憩とかじゃなくて体は休まんないですね、カラオケでは。休めるところは満喫。引きそうだな、なんかこれ。どっちだろう、どっちだろうな。あー、分かった、ゆみちゃん、ありがとう。クローズ何時までだ。
4回しまったまったカラオケ4回すいません、メドレーのどれがダメです。すいません、何時まで営業されてますか。朝の5時。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。こっち側を、こっち側に出ていただいて、はい、本日っていうところが24時間営業で、蔦屋さんの横にあります、ね。こっち側ですか。はい。あ、ありがとうございます。丁寧にすいません。ありがとうございます。いらない情報だから、店員さんナイス接客なんだけどな、ナイス接客なんだけどここは違うんだよ。いやここは違うでしょう。いやもう 100% 正しい接客だよ。 100% 正しい接客。あかんって、これもちょっこんなのある、こんなのある。いや、あの店員さんは 100% の接客だけどさ、考えられない。嘘だろ、正気かよ。こっちがツタヤ、ツタヤってどこだ。いやマジかよ。ツタヤあったよ、ツタヤ。これほんと死ぬんじゃねえか今日。七松さんいらっしゃい。いらない情報ありがとう。しかもナイトパック野菜しな。
いやもう金、あのステッカーのお金使わせてもらう。すみません、一人カラオケで、はい、あのフリータイム、朝7時までですか？朝7時まで。あ、じゃあフリータイムで。はい、ここは持ってないです。作りいただくとこちらの料金、作りしないとこちらの料金になります。朝作っていただいてもよろしいですか？こちら、賭博ご記入いただきましたと、本人様確認書必要になります。あ、今日持ってきてないんで、一般で、はい。はい。はい、すみません、そうですね、ご住所以外の項目ご記入いただいてよろしいですか？はい、これこっちから出てくることになるね。ドキドキした今。言ってましたけど。しかし多いな。名前言うと。お前それ興奮出てくるわけじゃん。お願いします。はい、興奮出てくる。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 興奮ナンバーも決勝みたいな。はい、これナンバーすぎて。すいます。ダムと従業員もダムで。はい、今フリータイムになりまして、はい、料金こちらですね。はい、ちょっと飲み物の品質をご注文いただくんですけども、これドリンクバーってつけられるんですか？ドリンクバーつけれます。あ、じゃあドリンクバーつけてください。はい、じゃあすいません、まずですね、上の階段上がっていただいて、はい、17号室、階段から上がっていただいて、ガスとございます。階段で、はい、今こちらになります。グラスを渡しますが、冷たいので、はい、大丈夫です。交換できますので、はい、はい、ありがとうございます。何号室って言ったっけ？赤い段キッあー、ソファータイプだ、サンキュー。ソファータイプだわ。見えてる音声映像 OK だったら手を挙げてください。音声映像問題なかったら手を挙げてください。
ありがとうございます。風船ありがとう。あ、電波ねえな。みんな見えてるね。 7.3キロ。あ、ありがとう。おいぼん、で VR の何かをする気にならない。電波ねえな。画面のコメ止まってる？足の裏豆がさっきのんちゃんの家だとこんくらいの大きさの豆と、なんか小指ぐらいのが2つ、右側はそんな感じ。あ、たくさんフォローありがとう。フォローありがとうございます。やめたい、もう。マジでやめたい。いや、今は潰さないかな。もう絆創膏貼っちゃったしさ。いや、引きこもりてえわ。引きこもりてえわ。正直全力で引きこもりてえわ。ストレッチするわ。考えない。もう止まらん。切ろう。シャボン玉わかんないね。
純に太りすぎて膝壊してるパターンだよね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。